はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、僕の遊戯王仕様一番、好きなモンスターと言っても過言ではない、アルカナフォース21ザワールドさん、本日は、本日はというか本日もこれを使っていきます。彼何するかっていうと、簡単に言うとターンスキップできるんですけども、このザワールドくんがなんとね、マナドゥムというね、最強の展開デッキによって、活躍できるようになりました。かなりか確定で、ルートなんですけども、ドミニオンキュリオスっていうモンスターが結構マナデムのデッキ出しやすくなってまして、マナデムリームハートプラスなんかチューナーとか、組み合わせいくつかあるんですけども、組み合わせで展開していくと、展開途中でカオスルーラーディスパテルしながらなんかドミニオンキュリオスができるようになってるんですよ。でドミニオンキュリオスでこのアルカナフォース21ザワールドを、墓地に叩き落として、でカオスルーラー特殊化するときに除外して、でディスパテル出すと、ディスパテルって除外ゾーンから光か闇のモンスター特殊化できるんですね。だから除外しておいた最強モンスター出せるんですよ。これで、ね、確定ルートでいけるようになりましたので、今日はこの、最強モンスターを使って確定ターンスキップ、確定じゃねえな、ターンスキップは、一応ね G ランティス入ってるんで、ワンチャンコイン外れてももう一回遊べるドンするんで、一応なんかコイン成功確率 75% です。コイン裏ってなる確率が 25% なんで、だから裏表かは、表裏ってなる確率、または表表になる確率って 75% あるんですよ。だから、75% でターンスキップ的、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ、デュエルっていうか蹂躙スタンバイ。うむ、増殖する G を弾けるぞ。これはいけるんじゃねえか。反応、ライフオービーはすべきいいね、結構。割と、そうですね。とりあえずマナドムリームハートがですね。で、マナドムリームハート召喚して、増殖する G が撃たれていく。幼女発射。今まで幼女が食べてきたゴキブリの数数えたらなんかえげつないことになりそうだけど、こいつの主食は、昆虫っていうのでいい。マナドゥムミークで、変動する前にマナドゥムミークを特殊化しておかないと、バグリ散らかしフィールド魔法によって打点が上がって意味わかんなくなるから。本当に意味わかんなくなるから、これでハルウララ墓地に行ってるからね。カラリウムとかいうカードあれマジで2番の子が消せよって全員言ってる。マナドゥム使いは全員言ってる。カラリウムのなんか打点上昇効果今次に消せって言ってた。はい、これは一回スケアクロー、ライトハート出して、ライトハートだかライヒハートだかトライヒハートだかライズハートだか知らんけどな。でライトハートの効果、ライフオビア持ってきて、でスケアクローライヒハート出して、ほい、でライヒハートの効果発動、これで、ノバ持ってきて、とりあえず一旦ルーリングレボリューションしていくしかないね。これコントンマリウカオスルーラーとかいうモンスターさ、これいつまでマスターで許されてるんだろうね。まあ、OCG でもとっくのトンマに禁止なんだけどさ、これいつまで許されてんだろう。わからないな。そろそろヤバい気しかしないんだけど。はい。はい。はいはい。まあ、なんも、もらえませんでしたけど、あんま関係ないですね、これは。あんまり関係はない。でですね、一旦黒し出して、OK。で、ちょっとね、ドミニオンキュリオスしたいんだよね。ドミニオンキュリオスしたいので、一旦ノバ発動しまして、ビサマ出して、でビサマいるから、墓地からライトハート蘇ってきて、OK。で、ビシャスアストラウド出していく。ビシャスアストラウドね。はい。でビシャスアストラウドリンク先に出てきたことによって、でクロスシープくんの効果が発動、クロスシープの効果によって自分の墓地からチューナー蘇生、ミーク OK、 これで一旦ここでライトロードドミニオンしよう。これでライトロードドミニオンできるの結構強いよね。マナでもってね、これで確定で落とせると、何らかのカードを、まあ多分これもライトロード強化来てるからだいぶあれすんだろうな、高騰するとかあんじゃねえか、これキュリオスどうなんだろう。はいはい。で、謎のカードを
今あの墓地に落としていったのを皆さん見ました。はい、これをねこれをですね除外増加よみがえらせる最強のモンスターがね、遊戯王マスターデュエルでも実装されたというところで、レベル8のカオスルーラーにレベル2の、マラデムミークをチューニング、新規の召喚ビーステッドデスパデル爆誕。このカードは除外ゾーンから光属性モンスターを特殊召喚することができるぜ。もちろん先ほど除外しておいたアルカナフォース21ザ・ワールドを特殊召喚、効果発動コインはとやばいやべやべ、ワンモアチャンス。こちらにコインが失敗した時のね、あの動きを私ケアしてるんです。実は知ってました、実はケアできてましてケアってなんだよって感じなんだけど、まあもう一回出すだけなんだけどね。これで世界流 G ランティスをリンク召喚、そして世界流 G ランティスの効果発動、もう一回フィールド上のモンスターをゲームから除外し、もう一回出し直すで。ちなみにザ・ワールドは特殊召喚に成功した時発動する効果はターン1制限がないため、これで無限にザ・ワールドの効果を使い回していくスタイル。うおー2回目コインは当然スイッチだあぶねえ、危なかったぜ。とりあえずね、2回目で成功しましたんで、ちなみに成功率 75% となってますね。両方とも外れる確率が 25% なので、75% となっております。ずっと俺のターン、ずっと俺のターンでは、私のターン、ドロー壁とやってる、壁とやっとれボケがマジでマジで壁とやっとれ感すごいな、この敵。おいで、攻撃表示変更、バードリフェイズだ、いくぜわざわざね、あの人間とやる必要は一切ないデッキと、はい、言っておきましょう。対戦ありがとうございました。このデッキ普通にマラドゥムとして戦えるのまあまあおもろいよな。なんか過去作ってきたザワールドデッキいくつかあるんですよね。何個ぐらい作ってきたんだろうちょっとわかんないんだけど、過去作ってきたデッキの中でなんか一番強いまであるザワールドのデッキの中でね、このデッキが。なんでかっていうとギミックがちゃんとしてるからね、あのふざけてないから、はい、まあまあちゃんとしてる展開の中であのザワールドが出るというデッキになっていますので、あタリスマンドラ君ね強いじゃん。さあキャンドールが爆誕して、これは誰が出てくるやつだ。高等儀式術、何一体全体何をしようというんだ。高等儀式術だと、高等儀式出てくるモンスター何だ。長寿ゴッド、やべ最強モンスター来た、まずい。儀式モンスターと儀式魔王を両方ともサーチできる最強の生きる儀式の下準備来た、やばい。これはやばいことが起きようとしているぞ。あまりにもサーチがアボルパクター当たりーゴミじゃねえかおい、ゴミデッキじゃねえかそれ。おい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 、やめとけ。アモルファクターサイコとかいうモンスターやめとけ、やめとけ。高等儀式発動、デッキから通常モンスターを墓地に送ることによって儀式か、儀式モンスターを、特殊召喚できるという効果。ブルーアイズホワイトドラゴンをリリ、おいやめろやめろやめとけやめとけまずい。メインフェイズ1好き、あああっぐぬ、メインフェイズ1、あバトルフェイズ拮抗勝負、メイン2 大概だな、このデッキも大概だわやばすぎる。いやただ打点は足りてないぞまだ、295でまだチャンスはあるか。アウトファクターはね、出たターンの次のメインフェイズ一応スキップするだけだって、おまた来んのやべえ、ちょっと2連続メイン1メイン2スキップはちょっとさすがに無理かもしれん。僕もね、壁とやってるデッキ使ってるんで人のことは言えないですが、マジで本当に人間とやる意味ないと思います、それ。